義兄夫婦と乙女と旦那に対する愚痴なんだけど、去年義兄夫婦が家を建てた。で、気づいたら旦那が連帯保証人になってた。その間に何度も義兄夫婦とは顔合わせてたのに誰も何も言わない。私何も聞いてなくて頭が真っ白。それどころか正月には義兄嫁に、マイホームいいよ、賃貸嫌じゃないの？と言われた。連帯保証人になったのは夫だから、私は無関係とでも思っているんだろうか。夫も義兄も無口で、自己主張はしないタイプ。連帯保証人は、義兄嫁がまず乙女に頼み、乙女がうちの旦那に頼んだらしい。そもそも、今時、家を建てるのに連帯保証人って、保証会社も通せないほど、無理なローンなのかと、旦那にいろいろ聞いたけど、月々のローンはおろか、総額も知らないとのこと。呆れた。今までみんなと仲良くしてきたつもりだったけど、完全にのけものにされてショックなのと、みんなへの不信感、義兄嫁の、正月の優越感たっぷりの態度を思い出して、イライラが止まらない。離婚も考えてる。だけど、これまでは、本当に仲良くやってきてたんだ、旦那とも。一昨年だったか、義兄嫁と二人きりで話した時に、私は、旦那の親とは絶対に住めない。面倒も絶対見たくない。と言っていたので、私が、乙女の面倒を見なきゃいけないんだ。でも、まあ旦那の親だから大事にしよう。なんて思ってた自分がバカみたいで、涙が出たわ。新築にも一度も行ったことないしさ。私が義兄嫁なら、親戚に連帯保証人なんて頼めないし、頼むとしても、夫婦で頭下げる案件なのに、感覚の違いに驚いてる。常識も通用しなさそう。今からでも変えてほしいけど、それ言ったら波風立つし、代わりになってくれる人が見つかるとも思えない。私が気づいて追求しなければ、今も知らないままだったしね。10年一緒に過ごしてきて、初の大喧嘩だよ。こんなに怒鳴ったの初めてかも。それで、旦那は一大事だと分かったみたいで、反省して、どれほど危険なものか説明して分かってくれたと思うし、泣いて謝ってきたんだけど。一度こういうことされた不信感は、どうしても消えない。乙女が、そういうことをホイホイしてきたから、旦那も大丈夫だと思い込んでたみたい。旦那のことを、もちろん一番責めたし、許せないと思ったけど。義兄が無口で、決定権はいつも義兄嫁だし、気を回せるのも義兄嫁しかいないから。私抜きってどういうことなの？って、義兄嫁に怒りがいっちゃう。それで、これまであんなことあったなって、嫌なことをつい思い出しちゃって。でも、うちの旦那が一番悪いんだよなと、改めて思った。夫婦は鏡って言うし、この人を選んだ私も同類とか、もう、いろいろと最悪な気持ち。ちなみに、子供はいない。今の時点では、乙女とも仲良くやっていく自信がない。義兄夫婦にも二度と会いたくない。吐いて少し落ち着きました。です、ありがとう。この土日でごたごたして、一応、義兄嫁との絡みがあったので報告。連帯保証人を変えないなら離婚すると、旦那には言った。土曜は、まず乙女家に、旦那一人で行って、バトってきたみたい。もし請求が来れば、父さんたちが払うから安心しろ。と言われたそうなんだけど、連帯保証人のままだと、こっちはローンだってできない。だから変えたい。というようなことを言ったら、なんと乙女、確信犯だったことが確定。代わりなんて探さなくていい。この先、ローン組むことなんて考えるな。お前たちも、家が欲しいなら、父さん母さんとこの家に住めばいい。こっちは今すぐでも構わないから、と。つまり、乙女としては、私たちが外で家を買うことは元から反対で、ローン組めないなんて、むしろ好都合だったみたい。もう28なのに、連帯保証人のことを知らなかった旦那に、当然非はあるんだけど。旦那としては、分かっていたなら、
リスクを教えて欲しかった。という怒りがあるようで、家に帰ってくるなり、もう、親とも親戚とも絶縁する。とか言い出すし、いやいや、絶縁されたら、うちが請求された時困るから。絶縁しても、連帯保証人の絆は消えないから。私に離婚の意思があることを伝えたら、乙女はかなりビビってたみたい。まあ、介護要員がいなくなると困ると思ったんだろうけどね。義兄嫁は一切見る気ないみたいだし。んで、今日の夕方、乙女と義兄がアポなしで家に来た。上がってほしくなかったけど、狭い玄関先で3人もぞろぞろいられて、扉も閉められないし、近所に恥ずかしいから中に通した。家に来る前に、乙女と義兄の3人で話してきたみたいで、要約すると、義兄マイホームは、義兄嫁の両親との2世帯住宅として建てたらしい。今は義兄夫婦だけ。旦那の身代わりとなる連帯保証人を、親戚中探したが断られて全滅。乙女は土下座。どうか、息子と別れないでやってほしい。万が一、請求が来ることがあれば、こっちで支払うから安心してほしい。今後不安にならないよう、万が一のために、乙女家、土地の名義を旦那に変える。義兄は空気。最後まで聞いて。あれ？それ、将来乙女家で同居しろってこと？となって、溜まっていた怒りが爆発しそうになったけど、その前に旦那が切れてた。相続に関して、私は口は出せません。連帯保証人が変更できないなら離婚します。ときっぱり言った。他にもいろいろ言いたかったけど、それは、旦那にぶつけたから我慢した。ずーっと黙っていた義兄に、乙女が、あんたからも言わないと。と言って、義兄が一言。あ、俺は相続放棄するから、気にしないで。でポカーン。今日義兄嫁は、どうしたのか、旦那が聞くと。謝ることじゃないから行きたくないって。で、さらにポカーン。話の決着がつかないまま解散した。こんな短時間で、親戚中に駆け寄ったかどうかも怪しいし。で、0時過ぎに、義兄嫁から私に電話。旦那がそばにいたから、スピーカーフォンにして出ると、第一声から発狂してた。あのさあ、財産独り占めするって聞いたけど、どういうこと？ああ、本性を表したかな。と思いつつ、これまで仲良くしてきただけに、豹変した義兄嫁に、ちょっとビビってしまった。私は知りません。私が口出しできることでもないし。あのさ、土地の名義まで変えるって、意味わかってんの。無関係なんて言わないよね。旦那くんと相談して決めたんだよね。その後は、こっちが答える隙もなく、ものすごい勢いで怒ってた。正直、怖すぎて細かく覚えてない。とにかく、絶対に許さないとかなんとか言ってた。途中から、財産が、遺産になってた。よく覚えているのが、私がいないところで、何勝手に話を進めてんの。よくもまあ、旦那、義兄を丸め込んだね。うちのが何も言わないからって、自分の都合のいいように話を進めないでよ。と言われて、もうカチンと来て、連帯保証人のことを、こっちから話題にした。なんで私抜きで、そんな重要な話を進めたんですか？うちの旦那は、情けないけど、それが、どういうことか理解できてなくてうんぬん。そしたら、鼻で笑われ。いやあ、旦那くんに頼んだだけで、あなたに関係あります？お父さんたちも、旦那くんに頼むのが一番だって言うからそうしただけ。なんであなたにそんなこと言われなきゃいけないの？だいたい、あなたに話したら承諾してくれたわけ？絶対しないでしょ。って言われて、もう言葉にならず。もともと、言い争いは苦手。というか、本当にショックで。分かっててやってたんだなとか、その上で、新築を自慢してきてたんだとか。なんか、悲しいのと悔しさで、涙が出てきてしまい。旦那がそこで声を出して、相続に関して、
お姉さんは口出しするな。と言ったら、さっきとは全然違う口調で口ごもってた。最後は旦那が閉めて、電話が終わったけど、結局何も解決してないし、波風どころではなくなったよ。離婚しますって啖呵切った以上、もう後に引くつもりはないよ。こんな乙女のこと、もう大事だなんて思えないし。義両親のことを大事にできないのに、結婚しててもしょうがないって思うから。届けは、金曜にもらってきてて、旦那にも書かせた。私と離婚することになっても、親とは絶縁するって言ってる。でも、いざとなった時、助けてくれないと困るから、それはやめなよって言っといた。ほんと、こんな親戚嫌だ。マジで無理だわ、吐き気がする。旦那は、席抜いてもいいから、一緒に暮らそうとか、付き合おうって言ってるけど、旦那への不信感だって消えるわけないし、アパート出ても行くところがないから、早速準備は進めていくよ。乙女が連帯保証人の身代わりを、友人や美形嫁の親戚の方でも探してみるらしいけど、いるわけないだろう。っていうか、そんなに私と離婚してほしくない、イコール、介護してほしいんだな、っていうのが、旦那が、明日から、自分の足で、親戚の家を回るみたいだけどね。いないと思うんだ、絶対。ってことで、離婚一直線だわ。義兄は、魂入ってんのかなってくらい、マジで空気だし、義兄嫁はあんなだし。人の家なのに、完全に、自分の家のことみたいになってる。連帯保証人ってすごいよね。私と義兄嫁が絡むことは、この先二度とないだろうから、報告はすれ地になるだろうし、この辺でおしまいにしておきます。共感してくれたり、離婚を後押ししてくれた人、ありがとうね。連帯保証人の代わりは、ウトが自営業だから無理みたい。だから安心しろとか言われても不安しかない。二世帯住宅で、目ん玉飛び出るほどの金額で、保証会社にも蹴られたけど、旦那が、いいとこに勤めてて高収入だから行けたみたい。もともと、義兄家には無理なローンだったのにね。トントン拍子に話が進み、解決できたので、最後の報告。連帯保証人の身代わり探しのため、旦那が義兄夫婦を連れて義兄嫁実家へ。結果から言うと、義兄嫁の弟が、公務員、身代わりになってくれることになった。義兄嫁親が、めちゃくちゃいい人たちで、二世帯住宅のことも、乙女を差し置いて住めないと遠慮していて、今空き家になっている分として、ローンの半額を払っていたんだってさ。義兄嫁親と乙女の間でも、やりとりがいろいろあったみたい。今後は、空き家になっている方を、義兄嫁の弟一家が住むことで、話が進んでいたとのこと。ローンの半分は、これからも義兄嫁親が出して、義兄嫁の弟は、連帯保証人になる代わりにタダで済む、ということで話がついた。義兄嫁親は、旦那に何度も何度も謝ってきて、乙女に対しても、娘が勝手なことをして申し訳ないと言っていたそう。そんなわけで、これから手続きを進めていくことになりました。双方の勘違い、思惑等、複雑なところ省いてるから、わかりづらくてごめん。一応、結果としてはこんなところ。心配してくれた人たち、ありがとうございました。もっとわかりやすく、深い事情を書きたかったんだけど、各まとめすれに取り上げられているとわかって、これ以上は見バレも怖いので、結果だけの報告になっちゃってごめんなさい。これで失礼します。